日向坂46を卒業した影山優佳が、激レアさんを連れてきた、に出演。恩師、オードリーの若林正康との再会にファンの反応は、8日放送、激レアさんを連れてきた、テレビ朝日系、にアイドルグループ、日向坂46の元メンバー影山優佳が登場。同局公式 YouTube チャンネル、動画、初めて見ました、にアップされた未公開シーンで、長年番組で共演してきた恩師とも言えるお笑い芸人、オードリーの若林正康との再会に意気込む姿に、ファンも敏感に反応している。動画、影山優佳と若林正康が共演、再会に歓喜、当番組は、進行役のテレビ朝日、弘中綾香アナが産休に入ったため、週替わりで同局アナウンサーや芸能人が、代打研究助手を務めている状況。今回の代打研究助手は影山で、グループ時代に番組で長年共演し、バラエティのいろはを叩き込まれた恩師、若林と、明けましておめでとうございます、と嬉しそうに新年の挨拶を交わす。芸能人生をかけて、若林は、影山はあれだもんな、何でもできるもんな、大丈夫だろ。このプレゼンぐらい、と影山に全幅の信頼を抱いていると主張。影山は、いやでも、芸能生活新たなスタートを切らせていただいて、今日は本当にかけてるんで、本当に、今日のこのプレゼンに芸能人生かけてるつもりなんで、とアピールしてきたため、若林らは、勝負の場なんだ。ここが、やめてよ。こっちが緊張するから、と笑う。朝からリハーサル、この影山の言葉通り、若林は影山が朝からリハーサルを重ねてきたと指摘。影山も、頑張りました、と笑顔で答える、もう温まってんの、状態としては、と若林が確認すると、影山は、いやもうバンバン、温まってる、と力強く答え、二人で盛り上がった。ファンも、嬉しい、影山と若林の共演、息の合ったやりとりに視聴者、ファンも反応、他局のドラマ出演中なのに、番宣ではなく、若林さんと影山さんが再会したのが嬉しい、影ちゃん、のびのびでよかった、影のプレゼン力がこんな活かされる番組他にない、といった声が寄せられている。